さあ、セントビーター教会ですかね。ここに来たかったんですよ。世界的にも珍しいミュシャが手掛けたステンドグラスがあるということで、世界にいろいろなステンドグラスがありますけど、ちょっと一線を画したそのようなデザインということでね、楽しみです。
プラハ城はあのプラハ観光の核心ですね、まあ、プラハを見下ろす一番高台にありますし、この城が建てられるまでに600年かけて建てられたと。すごいですよね、スケールが。で、実際にその王家の方々がもう代々住んでいた場所ですし、今もチェコ共和国リパブリックの大統領、首相がですね、ここで執務を行っているということで、まさにチェコの核心地と言っても過言ではないでしょう。トイレがね、有料でコインとかを持ってないとかなり不便なんですけれども、まあ、こうやってガーデンでゆっくりすることもできますし、まあ、カフェやレストランも充実しているので、1日かけて観光しても十分に楽しめる。そんなプラハ城ですね。もう視覚的にも美しくて満足できるし、屋根のない博物館みたいな感じですよね。とにかく美しい。